先生たちのクラス配膳なので、こうやって一つ一つまとめておくと先生たちが取りいいので、給食室でこういうふうに小分けにしてます。クラス配膳の良さはやっぱし子どもによって、朝食の子もいれば退職の子もいるので、やっぱり先生がその都度よく見て分量を上げてます。やっぱし全部均一によそってしまうと、やっぱし食べられない子がいたりするので、その子はやっぱし残したりすると自分自身が嫌だから、やっぱり完食することが第一です。